方が始まります。白コネチカット、オレンジシラキュースです。さあいきなりこの大歓声の中でのシュートになりますが、フェイクでいい形ですね、はい、スミスですね。まずゴール下で入りました。今日のゲームの中でポイントになりそうなところはどこでしょう。まあ、あのシラキュースというのはもう本当にバランスがいいんで、はい、それをいかにコネチカットのディフェンスが抑えられるかでしょうね、うん、ブロックしました。この辺ですよね、はい、いいディフェンスですね。ナイスブロックです。オリアキと、ね、はい、ドラモンドを一緒に使ってるんで、この2センターっていうのもどのように機能するかでしょうね、はい、これね、まあ、あのシラキュースというのはボーヘムですから、はい、ね、2-3、1-1-3のマッチアップゾーンですからね、はい。コネチカットがゆっくりとまた作り直します。こちら側に来てまだ時間を使います。あと5秒。リバウンド、さあナイスリバウンドです。今のファーストブレイクはうまくいっていません。ラムのボールは、あ、今来ましたね。バルがどこでボールをもらうか。先ほど1本目はインサイドでした。インサイドでボール入れたいんですかね、これでもね、はい、あ、これいいです ね、 ですね。これ入れてからアウトサイドを攻めていく、はい、ボードライトは呼んでます。で、ラム、あ、タイミングちょっと合いませんでした。オリアキ今もらえた。オリアキのミドル、リバウンド。攻め口としてはね、インサイドを攻めていくんで、はい、別に悪くはないですね、はい。もうちょっとタフに持っていってもいいかもしれませんね、今のね、ショットね。さあ今度はシラキュースが中へ持ってきてファールをもらいました。モートライトのファールです。ジャーディンに対するファール。ウォンヘイムヘッドコーチです。クリスマスを呼んで話をしています。ディフェンスの確認かなんかでしょう ね、 多分ね、10人が、ね、10分以上のプレーをしています。1本目落としました。スクブジャディーンがもう、はい、逆に言ったらこのチームの支柱ですからね、うん、精神的なね、はい、まあ真っ白でこれちょっと一色ですから ね、 ですね。オレンジは一切見えないですね。見えないですね、はい。たまに間にブルー、紺が見えるだけですが、それももちろんコネチカットの T シャツですね。ですね、はい、あ、ちょっと確認をしますが、レフリー怪我ですかね、指。脱臼ってことはないですよね。そ、大丈夫でしょうかね。思いますか。はい、2投目、これは入りました。今日のシラキュースはまずフリースローからです。これで2対1です。ラム。パスを回していきます。ネイピア、これだけでは多分、はい、あのこのマッチアップゾーン崩せないんですよね、うん、はい、そうですね、こういうペネトレーション、ね、それを入れながらですね、うわま、ショートコーナーにいてね、ドラモンドですけど、はい、まあ、ああいうところを攻めていくっていうのは嫌ですね、シラキュースからすると。ネイピアが打つかと思いましたもんね、今最初に入ってきた時にはパスでした。アシスト1、アウトサイド、おお、左のコーナーからです。しっかりとショットを決めています。ペアのショットの後はリバウンド、さあまだ打ちません。またペア、あ、このプレーはもいいですね、ノーバックですから、はい、CJ フェアが調子を上げてきているという、成長しているという2メートル3センチのプレーです。さあゾーンディフェンスに対してまた来た、うわタイミングもぴったりなんですが、やっぱりちょっと波外れた、もうね、身体能力もたっぷりしますね、これね。アンドレ・ドラモンド、2m8cm、122kg、動きの、2本連続、まあ、あれかすると、はい、まあ、ケンタ君、外へ、まあ、これ惜しいですね、はい、はい。まあこの辺りを見ると確かにすごいんですが、どうですかね、この
まあ、今年の、まあ、はい、1人争う、はい、アンソニー・デイビスと1人争うような、はい、やっぱり、まあ、ドラモンドも素晴らしいですね、これね。ドラモンドのリバウンドです。ネイピアがラムに今後ろの手で合図を出しましたが、ラム、さあ折り焼きはラムのショットです。まあシュートは入らなかったんですけど、まあ、ショートコーナーを合わせながらね、はい、いいボールの展開してましたね、はい、今ね。わあ、これねジョセフがね、この辺のシュートあるんですね、クリス・ジョセフね、簡単に決めてきました。これでシラキュースリードに変わります。ネイピアオートライトに預けた後です。ドリアキタワーで行った、入らない、シュートブロックもね、シラキュースは非常に多いんで、はい、ですね、はい、インサイドがちょっと意識すると、はい、やっぱり手元が狂いますね。メロの高さの前に止められました。さあ今度はシラキュースのフェンスです。確かにこうやって余裕のある、うん、まあ、それとまあクリス・ジョセフは、ね、はい、やっぱうまいですね、これね。10対6と2ゴール離れました。さあルーキーのドラモンドを使うかどうか。フレッシュマンは向こう側、ラムも同じ方向へ。オリアキに出さない。オリアキ来た。あー、キャッチミス。ですね、はい、スタートのドラモンドの2本のアリウープがちょっと勢い消えかけています。それとクリス・ジョセフのシュートタッチがいいですね。いいですね、連続ですね、3本連続ですもんね、はい、やはり全米ランキング2位というその力は十分に感じさせる。そうですね、まあ、ディフェンスもいろいろちょっと変えなかなっていうか、まあ、形は一緒なんですけど、はい、おー、ラムの、はい、個人能力ですね。ラム能力の高さを見せました。12対8。さあここでコールします。ジャーディン、無理はしません。待った、一度待った、もう一度フェアで、あー、ファール、ドラモンドがファールです。残り時間が14分08秒。ここまではゲームの方はオレンジのユニフォームのシラキュースがコネチカットをリードしています。まあ、お互いに少しずつカラーはね出しておりますけどね、はい、今は2ゴールですがシラキュースがリードに変わっています。まあ、そのあたりがどのように評価を自分のたちのねチームにするかということになるわけなんですが、テネシー戦はちなみに4連敗するときの2つ目のゲームで、ただこれ点数だけ見ると60対57と3点差のゲームではありました。ジャーディン、うわ、エアボール、しかし繋いだ。ただやっぱりね、僅差のゲームを落とすっていうのは、はい、まあ、よくやったといえばよくやったんですけど、はい、逆に言ったら痛いですよね、ゲームコントロールのところで負けてるんでね、勝てたという様子があるわけですね、はい、走らせた、うわーっと入れたいところですね、はい、今3位にはダニエルズですね、はい、オーランダーも入ってますね、今ね、これ仕事メンバー入れ替えています。ユコン、コネチカットのリバウンドは取れない。シラキュースボールです。今シラキュースは3番のウェイターズも入っています。リバウンド、ネイピアから速攻、これは入れるでしょう。ラム、シュートチェックいったらそのまま走りましたからね、はい、いい形になりましたね、今ね、はい、シラキュースの方が今の様子を見ながらウィリアムスを準備させています。さあ1ゴール差、フック、短い、まあ、ファウルですかね。いいディフェンスで頑張ったようにも見えたんですが、笛が鳴りました。場内からブーイングです。さあユーコーン、上級生のリアキ、フリースローです。ベイム・ムーサ・ケイト、このケイトはセネガルからの、セネガル国籍のプレーです。
あ、また戻しました、フレッシュマンのドラモント、ボンヘムヘッドコーチ、あー落とした、あーリバウンド、はい、オーラが取れた方ですね、今助かりましたね、はい、これラッキーでした、サザーランドのショットが落ちています。まあ、結局チームが僅差に負けるっていうのは、まあ一つ一つのね、そういうちっちゃなミスからね、大きくなっていきますから、ミスはしたくないですね、コネチカットの方ね。さあコネチカットのフェンスです、ラム、ネイピア、オーランダーが逆サイド、どうするか、厳しいの打った、まあ、厳しいですよね、明確にいい攻めではなかったですね、はい、今のはね、シラキュースはベンチメンバーのポイントもかなり高いという数字が出ますが、まあ、当然だったのはね、先ほど10人以上が10人が11分以上のプレータイムですから、ベンチプレイヤーの得点も多い状況です。情熱的というか、まあ、今のところね、ちょっと読まれたというかね、ぶつかりに行ったんですけど、オーラが立ってるだけだったんで ね、はい、こちらラム、これインサイド、そうインサイドのボール入れて、はい、うんうん、まあ、ジャブですから、今はもったいないですから、そうですね、ここでタイムアウトが入ります。前半は残り時間があと11分56秒、まだ8分ほど経過しただけです。スコアの方はシラキュースが12点、コネチカットが10点、先ほどのタイムアウトよりも1ゴール詰めているユコーンです。タイムアウト明けです、シラキュースボールです、ぴったりとチェックします、ノートライト、ただちょっとサイズがミスマッチになりました。今ウィリアムス196センチのガードを詰めております。ミドルショット入った、綺麗なシュートです、リオンウェイターズ、そしてコネチカットのフェンス、オーランダーには入れません、来た、うわブロックした今ブロックしたのはすごい跳躍ブロックでしたね、はい、今多分あれですね、サザーランドですかね、いや、あ、サザーランドですね、サザーランドですかね、今ね、そのまま、ね、はい、ダンク行こうとしましたからね、いやこのプレーです、完全なブロックですね、そうですね、よくこれぴったり合わせました。そのサザーランドは2m3cm95kg、 3年生です。しかしチームの中で中心プレイヤーでなくてもあれだけの能力ある選手がサブでゾロゾロいるっていうことですよね、まあ、バランスがだからしなきゃいけないってことですよね、はい、あまり能力が変わらないですよね、はい、どうだ、またリバウンド打っています、ゆっくり運んできています、そのままいった、リバウンドはもったいない、今のは欲しいですね、はい、ノーマークで打ちます、わー、それで入れた、はい、スリーポイント17対10になりました。タイムアウトの後でね、うん、今のね、やっぱり集中しとけばね、ボックスアウトでボールを取れたんで、はい、それがまあスリーポイント決められるっていうのはちょっと痛いですね、これね、これに近かったわね、あー、これ入りません、まあ、先ほどのブロックがありますから、はい、ドラモンドの意識が、ナイスパース、うわファブメロ簡単にパスが通りました。しかしウィリアムス196センチが今ねポイントガードしばらくやってましたけども、完全にミスマッチに合いも、ね、勝ってます ね、 ますね、まあ、このメロ、ブラジルもいろんな選手出てきますね、出ますね、それでまあ、はい、まあ確かにね、うん、クリス・ジョセフがまあこのチームの得点のリーダーなんですけどね、はい、ただ他の選手たちもやっぱりまんべんなく取ってくるんで、白木さん、それが一番冒頭であった、はい、スペースをうまいこと動かしながらボールを動かしていくということなんで、やはりああやって見てると
まあ、試合前にねご紹介したその映像通りのような。本当ですよ ね、ここも走られましたね。ダンク、いやダブルスコアになってしまいました。メロのリバウンドからの速攻です。あ、クリス・ジョセフ、はい、いいですね。ですね、うん、この2分間9対0、シラキュースが自分たちの時間にしています。あーっと、これターンオーバーになってしまいました。これ無理した中で、はい、まあ、走ってますから、まあ、ゾーンやる中でこれが有効なんですよね、はい、ファーストブレイクになるというね。ここでこのサイズの違いがあります。ボードライトよりも16センチ押しウリアスがポイントガードインサイド、入ろう、ここもいいですね、はい、まあ、落ち着いてるんで、なかなかこうちょっと今、まあ、強いんですから、はい、まあ、まあ、攻めなきゃいいですからね、はいはい、うわー、ここもいい、ここディフェンス集中、はい、開けどころをよくしてますね、白球さんね。ディフェンスが遅れてます、コネチカット。で完全に動いてないですね、はい、ディフェンスがね。あー、このボールよりも速いですね。厳しいコネチカットです。コネチカットがやっぱりよくするにはディフェンスからなんとかしなくちゃーっといけないんですけどね。ウェイターズ、今これベンチスターターたちが活躍してるんですよね。もうダイナミックに、ね、躍動してますね、はい、いやー、ユーコン、コネチカットに至っては厳しい時間になりました。あ、レフリーから多分 あんまりブルサがないように、いや、ちょっとオーバーアクション、オーバーアクション、あ、なるほどね、はい、しかしすごいダンクでしたウェイターズ。ここでタイムアウトが入っています。また大きくシラキュースがコネチカットを引き離しました。さあタイムアウト明けです。25対10です。コネチカットのオフェンスです。まあ、これ15点差ですから、これ落ち着いてオフェンスやりたいですね、はい、あ、これは決めました。これバンクショット狙ったんですか。いやー、まあ、狙って入れると難しいですね、はい、あそこの位置からはね。スリーポイントを一つ返しました。これで25対13。遠征は前後半20分ハーフです。あーっと手につかない。あれ、ネイピアが出したことになってしまったんじゃないですか、ね、今ね、はい、まあ、ちょっと先ほどのやっぱりラムのスリーポイント落ち着くことはできますね、これね、はい、11点差だったんでね。ここ1回タイムアウトが入ります。今日はオレンジのユニフォームのシラキュース、白のユニフォームのコネチカット、この人は196センチのポイントガード、そしてインサイドへメロ、196から2メートル13のパスでした。でこれがダンクショット、ウェイターズですね、はい、メンバーが豊富といいますか。そうです ね、はい、一応大きさもあるし、これで、まあ、あの 2-3 のマッチアップゾーンやってるんですけども、はい、運動量があるんでね、うん、メロのご覧のような数字です。去年からだいぶ伸びてますね。だいぶ伸びてますよね。それぐらい安定してきてますね。これも大きいですね、はい、白球からするとね、はい、一つの軸ができています。ファンメロに 2m13 ありますから、はいはい、さあユーコン、コネチカットはどういう攻撃で、まあ、まずはね、ディフェンス安定させること、はい、まあ、かなりあのやられたんで、はい、オフェンスでね、マンツーマンに変わりはないですね。マンツーマン変わりないですね。ファブメロが出るタイミングであって、これでダンク、ああなってしまうと、まあ、どうしようもないですよね、はい、コネチカットのオフェンスですが、おお、いいですね、ましたね、はい、はい、今度は完璧ですね、そうですね、はい、ジェレミー・ラムのポイント入って27対16と11点差になりました。今日2桁得点になっています。まずはアウトサイドで崩しながらインサイドを狙っていくという考え方でしょうね、はい、このマッチアップゾーンね。それとあとこのディフェンスをね、なんとかプレッシャーをかけたい、はい、あのね、ガード陣がね、いいところ見てるんですよね、白木ですね。それとね、このセカンドチャンス、はい、ね、リバウンドがあってしないでしょうね、はい、ほとんど来られてますよね、そこでことごとく入れられてるんで、コーナーからこうでしょうね、来ました。セカンドチャンスが安定すれば、はい、まあ、一番最初に入ってるわけじゃないんでね、はい、そうするとやっぱ相手のリズムというのも、まあ、悪くなっていくはずなんですけど、はい、ゾーンディフェンスに対するオフェンスです。
ラム来たか、3本目これは来ない、リバウンド頑張った、ブロックだ、メローが止めました、ここら辺でしたね、強いファールをもらいました。フリースローです。ジムウェイターズ、先ほどはダンク、今は中へドライブ、売り上げは 2m6 でしょう、はい、今 2m13 ありますからね、ファンメロがね、はい、そうするとインサイドからでも簡単に打てないですよね、はい、2投目です。2年生のウェイターズ、さあここでメンバー交代です。トリーチェがコートに入ってきました。十分にウェイターズがつなぎました。トリーチェね、はい、あのオールダンダーですから、うん、やっぱりそういう選手がねやっぱり、はい、まあ、つなげられるというのが大きいですよね、うん、これね、また休んでまた出てきますから、はい、いいところで打った、うん、いい形ですね、はい、ね、まあ、今なんとかラムでつないで、そうですね、はい、ブローアウトするのを防いでますね今ね、ラムで8点ですもんね、はい、10点から18点までは、うん、3-3、2ポイントのラム、うわ入ってきてすぐだ、後ろからラムがプレッシャーかけてるんだけど、はい、トリーチェ戻るかもしれないです ね、 ですね、トリーチェ入って1分経たないうちにポイントです、まあ、昨シーズンがいいつなぎをしてましたからね、はい、トリーチェの場合ね、お返し、決めた、さあボートライトですね、これで、はい、ライアンボートライトも決めました、34対21です。ボートライトはフレッシュマンですから、ドラモンドとはフレッシュマンラインになります、まあ、よく見えてる、リバウンド、よーナイスバウンド、そうですね、こういうリバウンドやっぱり1回で取れればね、はい、まだねリズム変わっていくと思うんですよね、はい、またこれが入れば、うわー、あー落ちた、今のところ入れてちょっとね雰囲気を変えたいですよね、そうですね、はい、雰囲気を変えたいところですね、今、うわまた来た、なかなか雰囲気を変えさせないですね、そうですね、うまく今ジャーディンがサザーランドを使っています。ですからこれベンチスタートのプレイヤーたちが出てきてもスターターとのコンビってあまり変わらないですね、変わらないですね、ラム、やっぱりこのフォークが、まあ、これ入れていく、はい、まあ、流れはね白毛ですごくいいけど、うん、なんとか繋いでるんで、はい、この間になんとかディフェンスを修正したいですね、ボートライトのショットが決まっています。この時間帯今ネイピアベンチ、またノーマークにしっかり慌てていません、ペンポジションが入ってくるときに、はい、どうしてもインサイドが繋がれるのが嫌なので、バックをトラッピングでしょう、はい、コネチカットの応援席です。さあこのターンオーバーを生かしたいユコンです。今メロをベンチに下げました。フィールドゴールはご覧のように29分の15と25分の10、スリーポイントは3本で4本です。シラクスの選手があるんで、はい、耐えられるです、ね、いろいろリフレッシュさせながら出てきますからね、はい、逆に有効の場合はそう簡単になかなかね、インサイド側の枚数はあるんですけど、はい、ランプが変えられないんでね、アウトオバーンズです。ここでタイムアウトが入りました。第1クォーターは残り時間が3分45秒、前半残り時間が3分45秒です。ボートライトね、はい、ラムとボートライトのスリーポイントなんとかつないでますね、うん、今ね、アウトサイドで11点を取っています。あとはインサイドへどうつなげるか、これもねちょっと前半の途中残り時間少ないんですが確認しましょう。コネチカットはネイピアがコートに戻ってきました。ドラモンド、ゲームスタート時は2本のダンクを決めていましたけれども、インパクトありましたよね、はい、その後やっぱダンクブロックされてから、フックショットがその辺もちょっと微妙に狂ってますね今ね、はい、下でディフェンスです。さあコネチカットボール、一桁台にしておきたいですね、まずね、まあ、ホームですから、まあ、そこが一番大事ですね、はい、これアウトサイド回してるだけなんですよね、はい、これね、うわよく入れた。ボートライト、ラムが先ほどは連発、今度はボートライトです。9点差にしました、まあ、高校の時はね点取り合いですからね、はい、ボートライトはねやっぱいいシュート持ってますね、はい、うわーよく決めた、強いトリチェ
すごいですね。すごいね今のはね。かなり強引に見えましたけどね途中からは。まあね5人ともねやっぱ白球さ、はいね、出てくる5人って能力高いですよね。バーコタノバ。ジャニー。うわあのコースを変えられます。アイルズギフィー。ドイツからのプレイヤーですね。あ今は CJ フェアじゃないですか、ね。あそうです CJ フェアです。はい。はい、あそうですね CJ フェアでした。リバウンド。次です。プリンスとかにボールをそうですね。はい、ハイポストつなぎたいですよ、はい、本当はね。ああ、惜しいですね。だいぶ高さも気になりました。フェアリバウンド。うん、よく頑張りましたね、はい、ドラモンドが。リバウンドファールになりました。クリス・ジョセフですね、今、はい。さあ、メンバー交代で今、ロスコー・スミスが入ってきました。オーランダーがベンチです。ハリエ・ギャンペル・パビリオン。コネチカットホームは。あそうですよね、今負けてるだけにやっぱりターンオーバーだけいらないですよ ね、 ですよね。ジャーディン、もう一度ジャーディンへ。こういうボールを拾いたい。うわー、これでジョセフが決めてきますからね。クリス・ジョセフ、まあ、インサイドもありアウトサイドでしょう、はい、まあ、ちょっと的を絞れないですね、これ使ってるんですかね。ジョセフは12点。森脇もいます。振り向いて短い、まあ、悪くないですよね、うん、ハイポスト、はい、まあ、アウトサイドに回しながらハイポスト、うん、もうちょっと早くハイポストを入れてインサイドアウトをやってもいいと思うんですけどね、はい、さあシラキウスゆっくりです。16点差ですから、はい、まだ前半最後のところなんでゆっくりしながら。うわ、ウェイターズ、あ、落ちた。よかったですね今ね、はい、まあ、入っておかしくないですね、ラム。さあボートライトとラム、ネイピアが逆、ネイピアです。ラム、インサイド、折り焼き、外へ、ボートライト、ミドル、うわ、ああ入れたかった。ナイスプレーですね、ショートコーナーね、うん、そうですね、カウントマスをしたかったですね、今のね。ナイスパスでもありました。ここですね、ここでいいパスだったですね、はい、ネイピアのいいアシストでしたが点数にはなりませんでした。アシストは記録されていません。2ショットフリースローです。1本目入りました。あと1回オフェンスができるんで、はい、るんです、まあ、このディフェンスをなんとかして、はい、まあ、限りなく、まあ、10点近くしたいですね、はい、ね、あのプリーチェに話しかけている姿も余裕がありますよね、ヘッドコーチ。まあ、20分ハーフなんか43でも取れて、はい、まあ、まあ問題ないですよね、はい、ゲームプランとしてはね。43対29と14点差です。それぐらいまんべんなくどこからも攻められてるんで、はい、ウェイターズが預けました。ジョセフ、さあメロがもう一度スクリーナーになります。時間を十分に使います。まだ時間あります。いいですね、抑えましたね、これの、はい、あ、35秒ですね、はい、やら、いらなかったかもしれません、うん、ですね、流れのままで行きたかったですね、はい、ですよね。残り5秒です、43対29です。うーん、ならなければね、いちいちまたボール戻らないでよかったですもんね、はい。そしたら、まあ、相手側もやっぱりトランジションの中ですから、はい、キャッチアップしづらかったですからね、うん、これエンドから始まるんで、はい、ディフェンスは、ね、完璧にできますから、うん、現在43対29残り5秒です。コネチカットボールです。ボートライト、これで飛びましたね、3番
ファールを使ったディオン・ウェイターズ、まあ、これうまいですよね、はい、残り 3.9 ですから、ですからまあ止められたくなかったです ね、はい、ですね、こういう冷静さもね、あれ止まったことによって生まれてしまいますからね、はい、あ、これで1つ目のファールしましたね、はい、ですね、これでシラキュースチーム5つ目のファール、ジュンボンヘイヘッドコーチ、これであれじゃないですかね、はい、ウェイターズを変えるんじゃないですかね、うん、はい、さあウィリアムスが入ってきます。しかしこのサイズでこの体つきで十分に4年生から1年生にポイントガードを変えて余裕があります。最後はこれポイントになりません。前半が終了しました。コネチカット対シラキュースの一戦は前半を終了した段階で43対29、シラキュースが14点をリードしています。さあ前半が終了してシラキュースがランキング2位の貫禄といいますかね、塚本さん、はい、いい入り方、ね、まあ、バランスが良くてオフェンスレースがやっぱ安定してますよね、はい、やっぱり強いだけにね。さあそれでは前半映像で振り返りましょう。白いユニフォームがコネチカット、オレンジがシラキュースです。まずこの立ち上がりは迫力ありましたね。ショートコーナーに、ね、うん、ドラモンドを使っていいダンクを、ね、決めてましたよね、はい、これもドラモンド2本連続です。でこうやって場内が大きく沸くシーンが冒頭ありました。さあね、クリス・ジョセフのこのスリーポイントぐらいからジョセフ、ジョセフで来るんですよね、はい、それとドラモンドのやっぱりダンクをブロックする、はい、まあ、そこら辺からシラキュースというのが流れが出てきましたよね。そうですね、まだこの時間帯はラムが走ってというのがあるんですが、この10点でしばらく止まりましたね、ユートンが。このブロックですね、はい、これからちょっと ね、 っとねインサイドも、ね、攻めづらくなっちゃってね、はい、これが控えの選手ですからね、まあ、それぐらいブロックの本数も多いというのは分かりますね、はい、そしてアウトサイド入るようになりましたね、またのスリーポイント、はい、あとここからジョセフのあれですね、ファーストブレイクですね、はい、運動能力それをとってもシラキュース全員がやっぱり素晴らしいですね、ですね、この辺も抜けていくんですが、はい、このポーサーでダンクですから、控えのガードウェイターズ、誰がスタートで誰が、はい、あの控えでもあんまり変わらないですね、はい、一旦15点差になるんですが、このラムの連続ポイントもそう、あとラムのボートライトですね、はいはい、このスリーポイントってのは大きかったですね、本当まあ20点30点開けられそうな、ね、はい、雰囲気は持ってましたから、うん、ただこれ出てきてすぐにまたトリーチの、ね、アクロバティックなやっぱりシュートですね、はい、ですからスターターがゆっくり休める時間がありますね、前半でしたね、はい、43対27で折り返しました。さあ今日のこのシラキュースのジョセフとコネチカットのラムの数字の比較です、まあ、クリス・ジョセフ7分の5、12ポイント、はい、同じ12ポイントなんですけどね、まあ、休める部分もあるし、はい、本当に連続でいいところを取りましたね、チームの中心。さあユーコーンが果たして後半どんなプレーを見せるか、後半スタートです。それとまあ今出たシラキュースはリバウンドマージンがプラス10あるということですから、ここもちょっとユーコーンの方がコネチカットの方が改善しないとダメですね、はい、うん、セカンドチャンスをちょっと作られすぎましたね、作られすぎましたね、それでことごとく決められてたの で、はい、ですね、さあこのネイピアのリードがどうなるか、ボートライト、ラム、ネイピア、このバックコート陣にインサイドはオリアキを使えるか、さあ、あー苦しい、結局最後はドラモンドですね、ドラモンドを使ったんですが、フィールドゴールパーセンテージで51と35、よくないですね、はい、トリーチリバウンド、これをこのリバウンドなんですよね、うん、わーとジョセフ今度は俺が打つよっていう感じがしましたね、いいシュートですね、クリス・ジョセフはね、はい、46対29、17点差になりました。どうしても、ね、アウトサイドを回してるだけなんですよね、はい、こうやってね、ですね、ただ嫌ですよね、うん、今でも完全にブロックされてるような感じ、ね、出てますから、メロ2メートル13、ああやって見てると、はい、やっぱり 2-3 のマッチアップなんかインサイドを攻めづらいって感じるから、はい、余計にインサイド入れないですよボールをです、ね、そうすると、まあ、アウトサイド側のシュートだけ単発になってしまうんで、
なんとか後半はねやっぱり折り焼きドラモンド、はい、この辺のインサイドがねファールをやっぱりね、うん、多くもらえるようにしたいですね、はい。ジム・カルフーンヘッドコーチの代わりにジョージ・ブレイニーアシスタントコーチがチームを率いています。これで46対31です。さあジム・カルフーンヘッドコーチがピッツバーグ戦で3月3日には戻ってこれるであろうという目標で順調に回復しているということですが、体調不良ということでベンチには入っていません。ただもうシーズンもこのカンファレンス内をまず2つ残してということになりますね。ですがこの近くは本当にいいシード権、はい、まあ、あの遠征トーナメントに出ようと思ったらやっぱりあれですね、トーナメント、はい、それをなんで昨シーズンは第9シード初のね、うん、第9シードで初の優勝してるんで、はい、あのビッグイーストのトーナメントをね、はい、まあ、その記録を持って乗り込んでいって優勝でしたね。第3シードぐらいでいって優勝ですから、はい、ラム波に乗ればねやっぱりそれ変わらないんですよね、はい、アイアボールです、まあ、今みたいにやっぱアウサーに回してる、それで最後プレッシャーをかけられてやっぱりねシュートがエアボールというのはリズム乗れないですね、はい、ここね。ジャーディン、わあ、こっちも同じくやってくれた、はい、ボードライン、うわうわ今も叩かれましたね。そうですね、まあ、よくフォローした折り焼き、体の強さがあります。さあ46対33、13点差来たか、うまい、リバウンドこれ取った、この後です、ボートライ、ああよく取る、よくドラモントがつなぎました ね、 ですね、ネピア、わーもったいない、うわーナイスパスですね、よく走っていました、最後ジョセフですね、ですね、ジャーニーとジョセフ、あ、膝をシュートしてね、はい、もう万全な状態ですからね、ジョセフはね、はい、爆発力もありますね、すごくね、さすがになんか4年生らしい2人のね今のプレーでした。インサイド、うわブロックだ、メロ、ファブメロファール、フリースローになります。あ、ジョセフがベンチに下がります。どっかをやりましたか ね、 やりましたね、痛そうな顔するんでね、はい、先ほどはジャーディンとのシャットを見せています。シラキュースからしたら怖いのはこれだけチームは好調なんで怪我だけなんですよね、はい、怖いのはね、しかももうね3月の声を聞くわけですからね、あ、言ってますもんね、言ってますね、どこですかねこれね、はい、わあよく取ったラムが、これはラムよく取りました、アウトアウトパスを、ね、はい、よく読んでました今ね、大きいですね今ね、48対36です。まだ立ち上がりの3分ほど、さあ声援が大きくなっています。ディフェンスです、ネイピアつく、ブリーチ、お、柔らかい、やはりこの辺りがポイントがぐっと伸びたところがあるんですかね、まあそうでしょうね、全然あのオフェンススキルっていうのが良くなってますね、はい、これね、ああいうところで打たれてしまうと、あそこまで出ていかなくちゃいけないと辛いですね、ちょっとね、はい、さあこのゾーンをどう崩す、外外、うわー高い、前半の冒頭のシーンもう一度、かなり今高いですよ今の、はい、なんかピューンと真上に上がりましたね、はい、また高校4年なんですよね、はい、今ね、はい、学力が優秀ということで1年早く卒業して入学してきました。折り焼き、よく決まっています、12点差、あれのハイポスト周辺は今 2-3 ですかね、攻めていきたいですね、なんとか後半は互角の展開で、あ、ネイピアファウル、点差を広げられてはいません。ネイピアがスナップをしたところはファウルでした。
後半の立ち上がりまだ4分ほどですが、ここまではシラキュース、コネチカット、お互いに同じような展開の点数の取り合いになっています。ここまでの数字は後半始まって52対40、点数の差は12点差です。シラキュースはコートに今サザーランドが入ってきています。フリースローです。トリーチェ、前半は十分に休養が取れました。それだけベンチプレイヤーの層が厚いシラキュースです。コネチカットのホームゲーム、簡単に決めてきました。さあこれで前半のスタートに戻りました。14点差です。後半5分ほど経過しています。トップの位置でボールが回って、今ようやく、ハイポットのところにやっぱり入って攻めるようになってるので、そこら辺がちょっと変わりましたね。ジャーディンが運んできています。ジャーディン、フェアが向こう側インサイドへ、トリーチェのシュート、苦しいシュートにはさせてました。さあこの後ゾーンに対してインサイドに先ほどね一応入れてという形でした。ボートライ、ああいい形ですね、はい、さあ9点差です。これでボートライトも12点なんで、ね、はい、このディフェンスで取りたいですね、一つね、うん、ディフェンスから流れをつかむっていうのはすごく大事ですから、一桁ね、久々になったんで、はい、久しぶりに場内が沸いています。ジャーニングリバウンドを後ろから来た、ああファウルの、はい、サザーランドですかね、あサザーランド、ね、後ろから行ってね、はい、ファウルでした。飛び込んだリバウンドファウルです。先ほどしかし1年生で、まあ、学年的に言うと1個さらに下で2歳でですね、負けたやつでドラモンドですね、ドラモンドですね、12番、そのドラモンドをどう使うか。今のインサイドコンビはスミスです。まあ、見方によると 1枚のインサイドにあと4人外っていう感じのねコネチカットですが、はい、どうする、ああファールだ、ファールもらいました。ちょっとねこういう流れをね変えたいですね。ここでギフィーもらって、この後です。どうやらケイタが笛を吹かれたようです。スミス入れたい。9点差を7点差にするとね、またちょっと違いますよね。54対45、もう一本、さあこれで8点差を少し前から耐えます。プレッシャーです。まあ、もう一歩踏み込まないと、まあ、シャイクスも、ね、落ち着いてやると思うんですよ、はい、ここの点数ちょっと頑張りたいですね、これね、はい、あこのリバウンド、ブロックした、ブロックした、ドラモンド、これを取りました、なんとか取りましたよ、はい、これなんとか得点つなげたい、いい入りではあるんですよね、ドラモンドも、ね、フォローに来てましたからね、はい、うわ後ろからファール、ウェイターズですね、すごいですよね、ディオンウェイターズ193センチ、97キロ、パワーを感じませんかね、はい、フィラデルフィアの出身です。
い迫力でした。今最後はギフティーのブロックですかね。ギフティーですね。あ、手を叩いたんですね。ボールにね、本人は行っているつもりでしたがファウルです。これでフリースロー入って55、また9点差。しっかり2本です。ルディ・ゲイが今あります。2005、2006の時には。さあ、それだけね、やっぱこの近くでやっぱいい選手が出してるんですよ ね、 ですよ ね、 ね。名門ユーコンです。このコネチカットは男子も女子も全米トップクラスのバスケットのチーム。まあはい、リップとかいた時はどちらかというと女子が有名で、男子はファイナル4行くか行かないかっていうところだったんですね、はい、それがまあ随分変わりましたよね、はい、優勝も参加してますし ね、 そうですね。わあすごい、うわあ、ブロック来た。いやこれフレッシュマンすごいですね。飛びますね、ドラゴン飛びますね。ラッキーよく取りましたね、はい、あそこを入れないとダメですね。ですね。ナイスネイビアパス。うわ、ラム入れた。倒れながら放りました、ラム。いやこれは場内がプレーです。こういうプレーに巻いてきましたね、はい、ジェレミー・ラム時代が昨シーズンのフレッシュマン、はい、その中で出てきた時ね、はい、まあ、こういうプレーがありましたからね、そういうね、はい、いや勢いを持っていきそうな今のプレーでした。いやでも今これうまいバックビハインドパスですよね。今ねネイピアうまいですね、はい、そして完全に振りましたもんねこれね。でこの体勢です。見事なショットでした。56対48、8点差になっています。バスケットカウントワンスローになります。さあこれで追撃体制は整いました。そしてこれ7点差、はい、長い間ずっとね2桁とかそんな得点開けられてましたから ね、はい、ね。ノーファール、ノーファール、笛は鳴ってません。一瞬笛が鳴ったように聞こえたんでしょうねネイピア。ベイターズ止まった。ドラベリングだ、ね、はい、流れが変わってきました、はい、これ ね、 ね、ここを大事にしたいですね、はい、ボーヘムヘッドコーチがメンバーを変えます。前半14点開いて後半入って途中17点、18点と開きました。コネチカットが粘って今7点差1本入れて4点差から5点差にできるか。ゆっくり回していますネイピア。アウトサイドショットというよりプレーどうしようかなんか行きたいんですかね、はい、これね、ドラモント、ミドル、短い、お、よく拾った、よく拾いました。ギフィーが繋いだ。わあ、もったいない、あそこですか。入りそうなんですよ、今のは、はい、あー、わー、ファールで止めています。もったいないですね、今ネイピアのパスでした。今絶対あそこ通りそうなかったですかね、今のね、はい、ファールはラム。フリースローです。シューターのジョセフ。安定感のあるシュートです。ここでネイピアに変えてボートライトを戻しています。58対49、また9点差。同じカットネイピアからボートライトへ。ターンオーバーのポイントというのはかなりの差がありますからね、はい、まあ、まだこう
9点差なんでね、うん、ターンオーバーとはやりたくないですね、白木戦いい流れを捕まえてしまうんで、これね、また2桁差に戻されたくないですよね、ないですね、できたらね、ディフェンスを頑張りたい、リバウンド、取った、ラム、でラムが運んできて、ギフィーが左。もらいたそうですが、今もらいました、ドラモンドが中にいます、いらない、動きをね、動きを作ったオフェンスをしたいんですけどね、一人一人ちょっとボールを持ちすぎる、もうちょっとパスをね、わ、開いた、うわー、うわーブロックだ、バレーボールですね、はい、あ、こちらもよく止めた、ボートライトの時にカウントですか、もう、そうですね、ゴールテンに、いや、しかしバレーボール、本当バレーボールのアタック見るようでしたよね、この前ですかね、これはね、先ほどボートライトかなりよく飛んだんですよ ね、はい、ね、これです、これ、これですよね、うわ、ファベロのなんか A クイックって感じしますよね、ですね、うわ、ファベロ、ああ、でもまだ日本のブロックなんですね、もっと印象度はすごくありますね、まあ、いるだけね、やっぱりそういう印象を残しますね、はい、彼はね、ゾーンディフェンスに対するコネチカットのオフェンスです、また11点差と2桁に開きました、10分切ってるんで、はい、まあホームとはいえ、やっぱりこのままずるずる開けないのは嫌ですね、はい、危ない、うん、わあ、よく体を合わせましたね、はい、また9点差、しかし余裕があります、シラキュース、ジャーディン、あっ、ターンオーバーになった、さあ、ここです、またファールで止められました、ね、そのまま行きたいですね、はい、今のもね、なんか吹かないでほしいみたいな感じはあるでしょうね、うん、ね、今のね、うま、ん、かったですね、これね、はい、はあ、飛びますね、ボートライトもね、ネイピアが戻っています、ネイピアとボートライト、ラム、ラム、おー、森明パワーありますね、さすが、今ドラモンドがベンチに下がっています、スミスと森明、ラム、ボートライトとネイピア、同じ角のメンバーです、うわー、リバウンド、メロの貢献度がかなりあります、ネイピアが気合を入れました、よく見てました、そうですね、このままですとまたメロに、ね、止められて終わりっていう感じでしたが、フリースローです、61対53、8点差です、ネイピアーオートライト、ネイピアーオートライト、ラウン、ブリアキの中にいます、スミスが来たか、そのスミスへ、あー、どうしても一回位置を確認しちゃうんですね、メロの、しちゃいますね、はい、先ほどからのブロックを見ると、どうしてもまあ意識するなっていうのは難しくないですかね、はい、やっぱりね、入った瞬間振り向いたらすぐに見ましたもんね、これなかなか飛ばないですからね、まだ上手いですね、メロもね、ブロックね、ハブメロ、今日は6ポイント、3つ目フリースローです、ロスコースミス、入れたいですね、はい、追いかける側がフリースローを出すと厳しくなります、スミスに声をかけたネイピア、あー、ファイター、し
かしマイボールにはしました。ネイピアリバウンド、あーと味方同士でした。もう5人走ってます。歩いたかなミスです。完璧なアウトナンバーでしたけどね、はい、5対2ですもんね今。今日のコネチカットベンチはアシスタントコーチのジョージ・ブレイニーさんです。ジム・カルフーンヘッドコーチは3月3日のピッツバーグ戦には戻る予定ということです。わあ、オフェンスですか。あ、チャージング、こうやって見るとネロディフェンスうまいですかね。うまいですね、はい、シュートブロックは非常にうまいですね。ここでタイムアウトが入りました。後半は残り時間が7分54秒になっています。一桁台に詰めて一度は7点差にしましたが、なかなかその後自由にはさせてもらえていません。だけどこれ使ったらやっぱり、はい、オフェンスが、ね、そこまで爆発しないし、はい、主打球数がやっぱりディフェンスがいいんでね。そうです ね、まあ、マッチアップ飛んであんまり動いてるように見えないですけど、やっぱファーメロとかやっぱインサイドがいるの大きいです ね、 それね、はい、さあご覧のようにこれシードの部分ですが、今主打球数が第1位、コネチカット10と第10シードですね、このままだと、まあ、そっから第10シードが優勝したところはないんで、はい、ノートルダムが今5なんですね、うん、シラキュースに土をつけてますしね。まあ果たしてこの数字がもうほとんど1試合2試合だけだっていうんで確実なところなんですが、あとはトーナメントで優勝できて上がってくるかとか、まあ、トーナメントで優勝すればオートマチックで NCAA トーナメント出れますから ね、 それじゃなければ今のちょっとコネチカットの順位って微妙なんで すね、ね、はい、段階ですね。 NCAA トーナメントマーチパッドですまであと少しです。リバウンドは取った堀明、ネイピア、ラムに渡す、リバウンド、わー、よく入れました、入れましたね、スミスはね、はい、ロスコースミスです。さあこれ7分残して6点差、盛り上がっていますね、はい、ここはね、また逆転の可能性が見えてきました。コネチカットハスキーズ対シラキュースオレンジ、前回の対戦は大差でシラキュース勝っています。ここでタイムアウトが入ります。タイムアウトはシラキュースが要求しました。残り時間7分05秒、61対55、6点差、ユーコーンが詰めてきています。さあシラキュースのタイムアウト明けです。残り7分を切っています。うわー来ました、ジャーディンです。はい、ジャーディンのポイントで来ています。リバウンドの数字、コネチカット頑張ってるんですね、後半ね。後半頑張ってますね、はい、その分セカンドチャンスが、ね、なくなってきたんで、流れを取ってますけど、ロスコースミス、あ、いいですね、あの辺が攻められなかったんでね、スミスね。さあ6点差をいい形で維持してるんで、はい、ですね、あ、ホーベスか、これもう一押しですね、ここね、コネチカットね、はい、ジャーディンにボードライトついてます。いや、先ほども一応ねこういうシーンが追い上げるときにありました。先ほどのロスコースミス、これでいいわけですよね。いいですね、はい、ハイポスト、まあ、ちょうどポケット空いてるんで、あそこを詰めてくれるとショートコーナーが空きますし、ファメロなんとか動かしたいんですよね、はい、下に、ね、あそこね、いないように、はい、リング下にいます。ロスコースミックスが絡んでます。ネイピアがボートライト、ネイピア、ネイピアです、ボートライト、ネイピア、そしてここですね、はい、連続だ、あーエアボール、ここで開くと、はい、逆に言うとですね、うん、今のメロが出てくるんで、はい、またインサイド側で勝負ができるってことですね、うん、あーどうでしょう、これヘッドコーチとするとちょっと嫌な
そうですね、これフリースローで、これで6点差を4点差にできれば、逆に言ったらアウェーですから、そうですね、これしかあのシラキューズの方ですね、まあ穏やかではなくなりますよね、はい、さあどうでしょうか。2本決めたい、いいですね、はい、これで5点差、はい、さあもう1点入れると今日2桁得点差をつけられて以降では初めての4点差になります。ボーヘムヘッドコーチ、今シーズンは1敗だけです。来た、さあ4点差、残りはまだ5分40秒以上あります。ついてますね。タイムアウトですかね、我慢か。今シーズン、ね、20連勝して負けて8連勝中、はい、まあ、隙がないチームなんですけど、うん、やっぱりアウェーコネチカットのホームですから、はい、ちょっと今動揺してますよね。ノートライトネイピア、さあジェリー・ミランが打つか。ここですね、ロスコ・スミス、はい、そしておお、よく入れた。だからあそこで攻めることによって3名のが出てくるんでね、セカンドチャンスが生まれてるんですよね、はい、ドラモンド、さあ初めてワンゴール差になりました。ドラモンドは今日11ポイント14リバウンド、さあこのパビリオンが大体下がりました。乗ってきました、乗ってきましたね、はい、ロスコースミス、あ、苦笑いです。シラキュースベンチ苦笑いが出ました。ボンヘメルゴチ、まあ、これだけの、ね、能力を持ってるんですよね、はい、嬉しかったもね。さあ残り4分50秒まだ十分時間あります。よく見ましたね、そうですね、ジョセフリバウンド取った、はい、さあ同点なるか。うわここでこれですか。ですね、うわドラモンドだなんとかなんとかしませんね。ですよね、リバウンド、いいリバウンド、後半ね、こう追い上げてきてるっていうのはね、はい、リバウンドがね、正確になってますからね、今ね、またおー、まあ、これで同点、ドラモンド、ドラモンドでした、同点だ、63対63、ボヘイもね、そうですね、はい、トランジションでね、はい、トランジションの中でノーマークを作りましたから、タイムアウトが入りました。いやシラキュースにも落とし穴がこうやって見るとありますね。ありますね、昨シーズンもシラキュースって良かったんですけどね、はい、最後の有効に負けてしまった、はい、そっからですからね、はい、教えたのにダメだったもんね。いやヨーヤで2度やりましたよ、先ほどはラムで失敗、だからトランジションの中でやっぱりちゃんと感じてないんですね、はい、シラキュースはね、はい、それネイピアがよく見てましたよね、はい、さっきのラムに対するボールよりいいボールですもんね。いいボールです、はい、ラムの方が高かったですね、多分しあのパスしたのね、はい、あのボートライトだと思うんですけど、ね、はい、かなり高かったですね、ですねよく届きましたよラム、はい、さあこれ同点4分17秒、はい、ここからなんですよね、あの僅差のゲームでコネチカットもあるんですよ、うん、はい、だそれを落としてるというのは、はい、まあ、経験なのか、それともまあこういうところからやっぱミスが出るのかですよ。だから今日のゲームはホームですから、はい、なんとかきっかけ作りとしてはね、はい、なんとしてもやっぱり正確に、そうですね、はい、ターンオーバーしないようにしたいですね、はい、さあ、ついていきます。そうですね、スクリーンを、カードスクリーンをまあかけていく、スタートスクリーンかけていく、一回ボールを動かしてまた行くんですね、はい、危ないですね、はい、うまいですね、女性もね、はい、完全に空中で余裕がありました、うん、あ、困った時の女性もありますね、主役でしたね、はい、だから逆に言うとこうなれば的は絞りやすくなるんですよね、はい、これ使ってね、スミスがもらえたそうです。あのね、ハイポストがすごく、ね、よかったんですよ、はい、ハイポストの、ね、周辺の、そこでメロを引き出すことによって、はい、まあ、セカンドチャンスが生まれましたからね、今のもう一回攻めてもいいと思いますね、はい、ジャーリンがコールしました。まだ3分あります。
強い、あ、落ちた、ファンベロ、あ、ブロックシャー、ディング、はい、こういう状況になった時に中に入っていけるんですね、ウェイターズね、うまいですね、じゃあ、はい、あの入り方がジャーニーもね、ね、エロのフォールもありました。さあ一旦は同点になったゲームでありますが、ここで再びまたコネチカットをシラキュースがリードしています。これはゴールテンディングでした。残り時間少なくなってきています。接戦に変わっています。さあゲームは終盤に入ってコネチカットにとってもいい展開になってきました。4点差です。リバウンド修正とね、やっぱりハイポストを近辺を攻めることによって、はい、まあ、打開策を見出しましたね、コネチカットはね、後半ね。あとは前半の途中にもありましたが、3点差で敗れたゲームでありましたが、テネシー戦が悪い試合だったと、その終わり方にならないようにしなきゃいけないわけですね。そうですね、はい、よく来ましたね、スミス、スミス追い上げに、このスミスはいいポイントですね。いいとこ、ハイパスの主演のね、やっぱりシュートとか、はい、あのロスコ、うん、スミスを使ってから変わってきたんだ ね、 ですね。今ロスコ、スミスとドラモンド、何が中にいます。折り上げのあの辺のところはシュート打てなかったんでね、スイッチした、おお強いな、これはました。ウェイターズですね、はい、リオンウェイターズです。ウォートライト、ウォートライト、ジェル、そしてどうでしょう、これネイピアーがアウトで、大事なところなんで、時間をかけていいですよね、これね、はい、おー、ナイスパスだ、ドラモンド、よく通しました、ウォートライトですね、ウォートライト、そしてドラモンド、1年生がポイントを取って69対67、35秒の攻撃時間というのがありますので、まあ、これは時間を使った方がいいですね、2点リード、相手に、まあ、先制プレッシャーをかけるのもありますから、はい、ジャーリン、ネイピアは下がります。わ、取ったか、タノバ取った、取りましたね、はい、さあ再び同点か、スリーポイントなら逆転、どうする、ボードライト、ネピア、ラッ、ロスコ・スミス空いてる、そうですね、ハイプス空いてますよね、はい、今ねパウメロが下にずっと張り付いてますから、はい、まあ、こういうスクリーンも一つの手ですね、おおおお、入れた、同点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 、ドラモンド2度目の同点の演出、69対69、これでドラモンド17ポイント取りましたね、これね、はい、大きいですね、いやー 46.9 秒、残り時間、よもやシラキュース同点に追いつかれました、2度目の同点です。これしかってもね、はい、まあ、ランク外なんですけど、これだけの力持ってるんですよね、タレントもね、そうですね、それなかなかうまくいかなかったんで、はい、これ先ほどのプレーですごくうまかったですよ、これね、そう、あそこまで行っちゃうとドラモンド抑えられないですね、そうですね、まあ、本当にアンソニー・デビスとこうドラモンドというのは今シーズンの NBA でもドラフト1、2を争うようなプレイヤーかもしれませんね、もしかしたらね、シラキュースがちょっとこう感じたところでターンオーバーが、ね、うん、出てきています。この後のフォローです。さあ分からなくなりました、タイムアウトはまだ残ってます。ゴールポゼッションはシラキュース、いやー果たしてリベンジなるか、そうですね、今シーズンはね、まあ、はい、アウェーでやっぱり18点差つけられて負けてますから、はい、まあ、ホームで何としても勝つ、それとまた昨シーズンと同じような流れを作れますからね、はい、そうするとね、そうですね、まあ、今ランク2位のシラキュース、またこのカンファレンスビッグイーストでトップですから、はい、まあ、1点でも2点でも勝ちたいですね、そうですね、シラキュースはね、はい、さあシラキュースにとっては2敗目になってしまうのか、勝てばカンファレンス1位が決まります、優勝が決まります。フェア、この人が前半よく点を取りました、うわ力強いの、力強いですね今のはね、パブメロのダンクです、71対69、
さあここですね、問題はね、どうしますかね、これ時間使えるんで、はい、2点を狙うか3点を狙うか、はい、3点だ、ブロックがブロック、その後はマイボール、はい、まだある 13.3 秒、ちゃんとね作った方がいいと思いますね、ここはね、ウェイターズのブロックがありました、これタイムアウトです、2-3のマッチアップの方がかなりアウトサイド、はい、まあ、3ポイントはまずダメですよね、まあ、2点の方がまだ同点で延長もあるんで、はい、ですが3ポイントに対しては、まあ、シュラキュースのディフェンスは集中しなくちゃいけないですね、はい、あ、足ちょっと痛めましたか、今ドラモンド、そうですね、左足かなんか、アシスタントコーチがね確認してます、これはよくついてきましたよね、力強かったですねこれね、はい、うわ、ドラモンドの上からですね、そうですね、ここですからね、先に上がっていましたバッペロ、吠えてました、しかしコネチカットの2度の同点はいずれもドラモンドですからね、ドラモンドですね、はい、それを考えるとこのオフェンスをどうするか、残り 13.3 秒です、こういうのがねやっぱり今週の鍵になるんですよ、はい、このゲームっていうのでね、それでまあこれをまあ逆転勝ちできればまた流れが変わってくるんで、はい、まああのビッグイーストのトーナメントも、はい、まあ、第10シードとはいえ流れは変わると思うんですよね、はい、1位のチームに対してこういったこの、まあ、ゲームはできるというのを見せているわけですから、はい、だから何としても勝ちたいねこれ ね、 そうですね、まずは同点ですね、13.3 秒、インサイドに来てファールをもらってカウントワンスローでも沈めれば逆転勝ちです、クメオリーが今、まあ、いろいろ、はい、マカルも NBA でかなりやってましたから、どういうチョイスをするかですね、うん、これね、はい、ボートライトもいます、そうですね、ラムとボートライトってのはスリーポイント決めてますし、はい、このゲームね、もう一回タイムアウトです、はい、確認します、さあ有効のタイムアウト、まあ、今を見ている中で言うと、はい、アウトサイドを打つのは難しい、2点を、まあ、2点を取るという形でもいいと思うんですよ、はい、これホームだから、まあ、アウトサイドだけで悪いシチュエーションで、まあ、先ほどのボートライトもそうですけど、はい、打つのではなくて球出しを変えましたね、そうですね、入れるのをジェレミー・ラムに変えています、まあ、ラインですね、はい、4ラインで4人縦に並んでその中に広がる、はい、まあ、時間はあるんで、はい、そうですね、ここからですね、はい、ネイピア、ネイピア、ネイピアここは決めてますからね、スリーポイントで、ボートライトも動いた、ロスコスミフ飲みます、どうだ、そうこれでいいですね、あー倒れた、ブロックだ、試合終了です、結局71対69、シラキュースが逃げ切りました、いや最後は1回ボールもらったところまで良かったんですよ ね、 そうですね、ちょっとまあアウトサイド広すぎましたかね、あ、まあ、それでスミスのところに行って、はい、まあ、スミスは攻められないでしょう、はい、あれはねしょうがないと思いますね、はい、だもうちょっと割り込むというね、はい、割っていく、あれだけ広がってるんで、はい、多分ミドルレンジが入ってたと思うんですよ、だからガードが割っていっても良かったかもしれませんね、はい、もしかしたらね、ビッグイーストはこのシラキュースがカンファレンスの優勝と、あ、そうですね、いうことになりました、まあこれだけ、はい、まあ、これ今9連勝ですね、これね、20連勝でいっぱいした9連勝は強いですよ、なぜ、ね、ケンタッキーとシラキュースは、はい、そのなんで強いかというのも今日見せてもらいましたから、ね、うん、やっぱり全体でトータルで出てくるプレイヤー全部いいですよね、そうですね、10人ぐらいがまあ2桁の